ません、来ました。変なことじゃないですよね。大丈夫。いや、メンバー抜けるとかすごいじゃないですか。そうですね。ちょっと起きとした。前向きないですか。前向きないです。ないです。そう、ごめんなさい、解散。なんか春から、テレ朝のゴールデンの、世界ルーツ探検隊という番組の MC、決まりました。マジで？おめでとう！はい！やったじゃん！いや、これすごい嬉しいんですよ。何を、何を来た理由としては、実は報告っていうのと、あと、アドバイス。アドバイス？え、これなんで中村なんですか？ちゃんとした理由があるんですよ。MC で、ちょっとお金を抑えたいっていう理由で。なんかこうちゃんとした理由じゃないですか。ちょっと中村いじめんなよ。俺出てくっかんな。あの不安なんでしょ。不安で自分の中で自信がないんでしょ。そうです。あとはもう周りに助けてもらうしかないですよ。僕は素直に。あのでもすごい参考になりますから。あとはスタッフさんと相談しながらやっていくしかないんじゃないですか。なんか見た目によらずすげえまともなこと言いますね。で実は、僕も見てないんですけども、その上田くんと僕のルーツといいますか、テレビ朝日の貴重映像があるということで今日用意してもらってるんですよ。いや別に見なくていいっすよ。見てみましょうよ。せっかく作ってくれたんだから。いつのだよ。だってかなり前じゃない。うわ懐かしいな早速。まあ昔やっていたし。綺麗なオープニングですね。うわ。初々しい。カーディガンの親父っぽい。すげえな。これやってたなスタジオで。パジャマでね。うわ。わっか。わっか。声が違う。高いな。いやー、どうしようかな。なんで恥ずかしいの？気にならなきゃいけないんだろう。まあ、ドキドキしちゃった。テレ朝こういうのやったんじゃないよ。君がいるからね。気持ち悪いね。上田君でも髪型、あれですね。結構ほら、変遷あるじゃないですか。そう。変わったじゃないですか。比較的普通ですよ。この時から結構その、やんちゃと言いますか、目立たなきゃいけないっていう年齢に入ってきた頃ですよね。まだ分かんないですね。まずいって言わせるから死んでいたら埋もれてしまいますから、ね、いやー気持ちいい。家族で来たの久しぶりだ。全然覚えてないんだよ。何かこれ誰？俺？いや上田君ですよ。カチモンか。色々してもらったんで。カメラしか来ますよ。はい帰りなさい。こっちへ来なさい。すげえ。さっきから3人でなんかやってたんだな。しょうもない。今見てもしょうもない。テレポートあんま面白くない。うわーしょうもなかった。その報告を、中丸君の報告受けに来て、なんで俺が怪我しなきゃ。この番組はね、そのルーツを掘る番組ですから。仲良くやってください。わかりました。簡単に。わかりました。気をつけて、はい、頑張ってください。あのやっぱ見た目によらず普通のやつだなと思う。なんかほら不機嫌そうとかなんかやんちゃそうみたいな見た目じゃないですか。喋るとやっぱいいですね。わこんばんは。こんばんは。えゆういち。なんだよ。カズーン亀梨さんに報告。実はですね、どうしたの今日肌着できちゃった。肌着できちゃった。これにも理由があるんだ。これにも理由があるんだ。一応衣装ね。春から。え、何やめたいとか言わないで。びっくりした。さっき上田くんにも言いに行ったけど同じこと言う。同じやっぱりそっちでは違う。ゴールデンで。うん、ゴールデン。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 将棋ですか。それね、テレビ朝日さんに対しては。大丈夫ですか。いや正直僕も同じ感想を持ちました。アドバイスをもらえないかなと思って。多分でも分かんないですけど完璧を求めてないんじゃないですか。なるほどね。お前らも気楽にと言いますか。大丈夫はずに。でも急に MC になったからとか言って、はいっすはいっすはいっす。そしたら顔面を殴り、急にそしたら顔面を殴り、顔面殴りに行く。でもこれもね、理由があったみたいで、やっぱりお金をどんどん使いたいと。ロケとかに、MC を安価で済ませたいと。まあ、そうなんですよね。いや、正直ですな。そう。充電中だし、今。そうですね。セールなんで、僕らは。なるほどね。セールなんで、どしどしと
貴重映像といいますか、そういうのを用意してくれました。そうです、僕のはいいんじゃないですか。飛び火ですよ。そういう番組なんです。15歳。あ、そっか、若いですよね。いや、そうだけど裸の少年下町十番勝負。うぜ、赤丸すごいじゃん、なんか筋トレでチャラいじゃん。ちゃんとちゃんとドカンでいっちゃいます。ああ、うん、上手だよ。髪を全然なくてね。ニジマスの尻尾、中丸の尻尾。よく考えるよね、そういうのね。人をバカにするのよく考えるよね。でも本当に、ね、共演者の方たちもいらっしゃると思います。スタッフさんもいらっしゃいますから、はい、サポートをしていただきながら頑張って。でも、頑張りました。そこら辺は本当にね、はい、人がいいんで、皆さんで、ね、応援してくださると思います。いや、そうなれるようにね。なんか素晴らしいじゃないですか。いますよ。見てください。で、ダメなところあったら教えてくださいよ。もうそれはもう毎日メールしますよ。毎週やってるんで、毎日だからメールします。うちです、はい、ロケとかもぜひぜひ、はい、行きたいですね。なんでちょっとその前なんで一応言っておくみたいな。行きたいです。海外ルーツ。あ、そう、海外いっぱい行きます。いろんなルーツ知れる。ありがとう。基本的にはやっぱ上田くんと同じようなアドバイスだったんですけれども、結局そこをやっぱり気をつける